国鉄6760系蒸気機関車、セントラルパシフィック鉄道のジュピター車輪配置4から、4から0は2軸、先は2軸動輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はアメリカン。4から4から0という車軸配置は、これ以前にジョン・ジャービスが開発した4から2から0機関車の動輪を増やした形式である。 4から2から0は2軸の先台車がカーブ通過を安定させ、上り坂では重心が後ろ下がりになって、動輪の軸重が増し一時的にスリップに強くなるというメリットがあり、これの動輪を増やすことで牽引力が増強され、1840から1880年代の米国の鉄道のあらゆる要求にマッチしたことで19世紀の米国では、 破脚療養の一番ポピュラーな形式となっていた。この形式の開発は1836年、ヘンリー・アール・キャンベルがパテントを取っているのだが、車輪が5点指示で脱線しやすい欠点があり、その後別の人たちによって改良案が出た末、ジョセフ・ハリソンがイコライザーを開発して先代車のボギー中心、左の動輪、右の動輪という3点指示で安定性を向上させた。その後、 1870年代には輸送量増大で動輪数が少なく皮質を大型化しにくい4から4から例は力不足になり20世紀頃にはすでに旧式になっていたがこれ以後もイギリスのスクールズ級のように車両限界が小さい路線の高速列車用の車両として新造された例もある。なお西部劇にはしばしば登場する形式であるが当時製造された 本物は、今日では、米国内に、ごくわずかしか残っていない。ありがとうございます。